べるし、足なんか何も塗ってないです。なんかさ、残るやんか。それがちょっと嫌やねん。あ、そういうこと？永遠に残るって？うん。まあまあ。塗ってこよう。嘘やろ？ちょっと打っとかなあかんやん、私が。私は何もリップも何も塗ってない状態やけど、姉さんはメイクしててさらに上からリップ塗ろうとしてます。ひどい。私はスピンやのに。まあまあ、あれか、まだお姉さん配信してなかった。お疲れ様です。配信してんのか。ご飯食べよう。バリ塗ってるやん。始めます。今日がっつりメイクした？うん、全部これゆるメイク、うん、みんなそうか、まだできんのか、時間的に。うん、だからか、うんうん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はあ、大人メンバーで配信をします。リオピが来たら大人になる。お前な、リオピ。リオピメイク早かった。あ、そっかそっか。うん、あ、このさ、なんか春雨みたいなの美味しい。入ってない。入ってるわ。ね。いただきます。うん、2食って珍しいな。普通3食じゃない、こういうとき2食、うん、2食弁当。そうやな、確かに1食珍しい。もう画面明るくない？ん、あれじゃない、このこれが暗いんじゃん。これが通じた、うん、通じた。やっぱりケーキは分かったんやな。好き。なんか今ハートしたかってんけどさ、こんなだった。こんにちは。今日劇場行きますね。やった、ありがとう。来てくれて。初めてコメントします。可愛いですね。初めてちゃうやろ。一応ミソラ元のメンバー。ミソラもや。ミソラさ、なんか高校生だけすんねんけど。確かに幼い、童顔やもんな。なんでやろ、まあ、2週元にしておるからかも。あ、2週も、でも2週もさ、高2、高3には見えへんくない？確かに見える？メンバー基本大人っぽく見えるよな、みんな。2週もさ、うん、最初見た時、20歳ぐらいだと思った。うん、なんかさ、みんな、なんて垢抜けてるんよな。うん、なんか高校生の時、あんな可愛くなかった。2週間はな、なんか千葉って感じ、見た目が。どんなの？え、ぽくない？え、僕からね、まあ、関西顔ではなくない、2週間って。まあ確かに。え、逆にじゃあ分からって関西顔な。私たちは関西顔ですか？西馬が関東顔、うん、めっちゃ。うん、うん、え、分からん。でも西馬の性格が関西すぎてさ。あ、確かに西馬バリ標準語やん、まだ。え、でも結構関西弁たまに染まってんだよ。マジで？うん。今日行くで、今向かってる。あ、気をつけて来てね。やった、モースがいるわよ。やった、みんな。アクティビティのコメント返しありがとうございました。いえいえ、もうすぐで会社終わるので、まだの方は待っていてください。やばい、全然箸取れへん。何が？ご飯。ご飯、春雨め取れへん。春雨好き？うん、美味しい。これ分かった、うちを作ったのでフリフリしますね。ありがとう、こんにちは。こんにちは。ゴリゴリ関西顔。マジ？わか？え、わからへん。わかだっち？西山は存在が関西。わかる。西山関東やけどな。うん、ホノピーは島顔。は？どういうこと？島顔って何？日本っていう、日本っていう島に遊んでるけどな。うまいやん。うまいな。うまいっていうか普通にそうやん。逃げてやん、普通に。おもろい。若田は関西顔やって。関西顔らしい。わからん、普通の人。でもなんかさ、関西の関西顔、でも関西にもおるし、なんか東京にも馴染めそうな顔。嬉しい。なんか大学生って感じ。なんかめっちゃ大学生だと思っても大丈夫だっけ。うん、
うん、うん、出会った時、うん、大学生かなと思って、うん、でもさ、なんか西山とかにさ、うん、何歳やと思ってって聞いたら中学生って言われた、うん、中学3年生か高校1年生って言われた、うん、そうやん、初めてセレクションで会った時に何歳やと思うって聞いたら、大抵の人が高1とか、マジで、うん、なんでやろ、でも私服がただ大学生っぽいやん、なんかあ、それはよく言われるじゃない、うん、わかったん、今日行くよ、わぁ久しぶりだね、嬉しい、会えるの、なんか久しぶりでロケ、うん、じゃあファンの方が久しぶりっていう、え、わか久しぶりじゃない、うん、前回出てたやん、一緒にやったやん、出てたっけ、この人は忘れてます、一緒に腕組んで、なぎさ最高の時出たやんか、めっちゃ久しぶりな感じした今、なんでやねんあれ、当日募集の受付開始待ってます、ありがとう、かわいい、ありがとう、ちょっと、ああ自動で流れるように上に、よいしょ、うまっ、ご飯美味しいな、うん、なんか今日昼ご飯、朝ゆっくり起きたからな、朝ご飯食べずに昼ご飯と朝ご飯金曜日食べたんや、ね、でパンやったからめっちゃご飯美味しい、パンさ、うん、ご飯に食べたらさ、お腹すごくない、腹持ちあんま良くなくない、めっちゃお腹すく、だからお腹空いてた今、パン屋さん行きたい、うん、パン屋さん、若はママがパン屋さん行ってきてくれたやつを食べた今日、あ、ね、パン屋さん行きたいよな、うん、美味しいパン屋さん行きたい、わかる、なんかハードなパンが好きやね、わか、そういうこと、え、あの硬いパン、ハード、ん、わかる、あ、ソフトじゃなくてフランスパンみたいな硬いパンが好きなんや、いや、からん、ちょっとカフェ行きたい、カフェ、うん、行こうよ、いいよ、なんか美味しいカフェないかな、の美味しいカフェ、あ、ほんまや、パン、ゆいなさん、まあ、ゆいなさんに聞かないと、これ何やろ、ソース、これ何やろ、これ私唐揚げじゃない、やばい、今日のご飯めっちゃ好き、うん、でも一回食べたことある気がする、これたまに出るような、近重さんに言うとこ、これめっちゃ好きです、うん、2回目ぐらいやな気がする、これ美味しい、3回目ぐらいかな、そうやん、どんなでもいいけどその回数別に何でもいいからから揚げ食べます、今日のお弁当はから揚げ弁当、から揚げにそぼろ、豪華、うん、ほんまや、今週の土曜日よしみんの生誕祭やな、うん、よしみん、うん、うん、うん、出る出る、出れるよ、うん、イエーイ、お野菜も食べお野菜、お野菜あんまない、お野菜入ってないわ、ひじきぐらいじゃない、あ、ごぼう、ごぼうと人参、ごぼうって野菜な、ひじきって野菜な、ごぼうって野菜、ごぼうは野菜や、ひじきってなんなん、まずひじきは海藻類じゃないの、うん、分からん、うん、うん、私水飲みやからすぐ水減る、いいことや、だからお肌綺麗なん、いや、あのご飯食べるときしか飲まへん、え、ご飯中以外飲まへん、マジで、うん、公園の時は飲むけど、家におるとき、なのにそんなお肌きれいなの、なんかお茶飲むの、お茶飲むのめんどくさい、ほなびマジでお肌きれいなんですよ、そんなことないよ、毛穴どこって感じやもん、あるよ、ここ毛穴ある、いっぱいある、めっちゃきれ
西島とかも綺麗やんな。西島綺麗すぎる。でもなんかあれらしい、なんか汗かいてる人の方が肌綺麗らしい。うんうんうん、うん、全部出ていくからって。いいよな。私顔汗めっちゃかかるさ。めっちゃ汗かくもんな。顔汗が一番体、どこの体よりも一番さ最悪じゃない、うん、アイドル向いてない、うん、体じゃなくて顔が一番汗かくっていう。なんかは顔そんなに汗かかへん。おでことかくんやったらわかるけど、俺はさ、うん、ここら辺のイメージはボロボロボタボタ。マジ最悪じゃない。似合っといてほしいだから、うん、MC だけだから。でも自己紹介してほしい。やばいよな自己紹介やと、うん、汗もうドキドキ。ちょっと待って、挑戦つってこうやって拭いてる。何も言わんでいいやろ。それ言ってへんわ。自己紹介してんねん他の子。茶器うま。この茶器めっちゃおいしい。マジ、うん、今日大人っぽい。大人っぽいって言ってくださった。自分のメイクやったらなんかさ、公園のメイクの時とさ、うん、顔ちゃうな、うん、わかる。なんか自分のメイクの方が大学生感出る。わかる。うん、うん、なんでやろ。みんな大学。大学？うん、全然ありやけど、大学生らしいことして何もしてないけど。サークルとかあるやん。確かに、まあ加入してないけど。今はサークル入ってみたい。めっちゃ落としたダンスサークルでめっちゃ踊ってそう。このピえ、でもさ、そういうのってさ、うん、なんか文化祭とかで前でやるやつやろ。いや違う、何するんじゃ。文化祭で踊ろうと思ったら踊れるけど、別にそんなみんながみんな踊っちゃうわけじゃないと思う。あ、そうなんや。なんか趣味でスタジオ借りて踊るとかじゃない。楽しそう。楽しそうやな。うん、なんか友達とか100人ぐらいのさ、ダンスサークルでもめっちゃでっかいホールとかでさ踊ってたり。それもすごい、ほんまに大学生ってすごいな。やっぱさ、高校生とやっぱ規模変わってくるよな。確かに人口がな、多いもんな、うん、大学行ったことないけどさ。あ、皆さんオンラインお話し会募集してるので。あ、そっか。ぜひ。でも私もあさついとしょ。うん、なんかスパン短くない？短いよな、めっちゃ。1週、2週間もうかない？1週間かな。いや、1週間は、え？そんなに短い？でもなんかそのぐらいのペースのやつあるよな、うん、でももう来週やろ、あれ千葉県の、千葉県、うん、千葉県幕張メッセ。皆さん、今ここにいる方はぜひ、バカのオンラインお話し会をポチッとしてください。お願いします。もう1枚からでも、何枚からでも。いつ？でもオンラインお話し会まだまだよな、うん、11月の後半ぐらいからじゃなかったっけ。そんなまだまだ11月23からとかやった気すんな。オンラインまだまだなので待ってます。まだまだオンラインお話し会、皆さん待ってるよ。あ、わかった。お話し会参加するよ。ほんまに23から21ヶ月ぐらいあった気すん。12月、11月後半ぐらいやったっけ。うん、多分20何歩とかやったっけ。多分23の木曜日の祝日とかやったりする、うん、待ってまーす。もうチチシ絶対に後悔させないので。めっちゃ 目決まった目で。もう後悔させないので。後悔させないので。後悔させないので皆さん来てください。待ってまーす。ゆかたんとまよな、どっちも来てください。どっちも。ゆか今日おらへんな。ゆかおらへんな。ゆかたんがいないです今日は。勉強しとけ。まださ、24の公演メンバー出てないよな。24って来週、うん、出てない。そう、私らもまだ知らへん。待って、見てる。怖っ。見てる。ゆか姉妹、姉妹で怖っ怖っ怖っ。無言で見んなよ。若田はオンライン何でもします。オンライン話し会は何でもします。なんかいろいろ話してる。なんかでも結構私はこんな感じではない。こんな感じではない。ほなぴーは意外と私服とかは結構可愛い系やけど、中身はサバサバしてるもんな。サバサバしてるって自分で言うやつなんか言えへんねんけど。友達みたいな感じで話します。うん、いいところ。
それがオンラインお話しかやったことないけど、まあね、私もやったことない、なんかそういうやつ。ん？どういうこと？のだからその自分がファンのとして話すみたいなのはない。え、なんかめっちゃドキドキする。もういや、ゆいなさんの話したことあるやんけ、うん、待ってる時もめっちゃ緊張する。え、あ、どんな感じなん？なんかそういうアプリがあって、うん、それに入って順番を待つねん、ずっと。え、待つの、うん、え、待たなあかんの？そうで、結構さ、押すねやんか、時間がな。だからその時間通りに入っても10分ぐらいは待つねんよ。だから急に来んの？急に、あ、急にやったかな。え、そんな。でもあの、まず案内する人がいるねん、うん、で、じゃあ次みたいな、次じゃあ今から行きますねみたいな感じで案内してもらって、あーみたいなみたいな感じですよね、皆さん。ね、結構取ってた？ん？結構券取ってた？ゆいなさんと話してた？いや、若はでも対面の方が好きやったから、オンラインはそんなに行けてなかったんだよね。ゆいなさん以外と話したことなかったんで。オンラインで？いろいろ。いや、あの、山本彩香さんが好きやったから。あ、そっか。山本彩香さんとココナさんも行けてた。うん。私も参加してみたいな、一回。あの、こっそりさ、誰かな？メンバーさんの。行けそう、行けそう。ちゃんとお金払うから。うん。もう一回オタクを一回やりたいな。もうあれしてほしい。コデリンさん行きたい。行きたい。なんかこんなサングラスをかけていったらバレへんのちゃう。名前だってあれ変えれるやん。その出る名前。絶対バレるって声で。なんか全然違う名前にしてさ、うん、サングラスかけてさ、ニスピーとかにしようや。バレるやん。でマスクとかしてたら割れへんと思うねんけど、前髪だってこうやってさ、こうやってさ、うん、マスクしてたら割れへんくない？確かに。で、応援してますとか声書いてな、絶対割れへんな、それは。わあ、あかんかな。ちょっとやってみて。メンバーが握手会にこっそり企画あったよな。あの、かりんさんがさ、なんか握手会に変装していてバレるかみたいなやつ見たことある。あ、そうなんや。え、知らんわ。ちょっとなんかそれの、あのファン側のやつをやりたい。まだか。さっきが誰から見てきた。本人確認。でも本人確認カニさんに見られへんから。スタッフさんだけこうやってこんにちはってやって、うん、でこうやってマスクしてこうやってどうも。ほんまにやりたい。え、一回さ体験してみたいわ、うん、普通に。お勉強やん、お勉強。そう言ったらいけへんかな。お勉強させてくださいよ。お勉強、うん、させてお勉強っていうな、目的でって言ったらいけそう。無理か。並んでやりたい。ちゃんと並んでさ、あのちょっと待つ時間も楽しみたい。待って、絶対事故ってる。あ、ちょっと待つ時間もさ、なんか横の前の人とかと話したいかも。あの声かけるやつ、前の人に、うん、どなた推しですかで、あのゆいなさん、誰なの、ゆいなさん推しですかとか言って話したい。何歳ですかどんなところが好きですかとか言って話したい。そういうやつはなかったん？ん？なかったん？そういうの会話みたいな。なんか全然そういうの話さへんタイプやったよ。あ、静かに待ってた。が皆さん、ぜひあのお話し会で一緒に話しましょう。そうですよ。待ってる時間も。いろんなメンバーさんの話一緒にしましょう。待ってる時間もドキドキ。私もしたいな、待ってる時間ドキドキ。マジで行こうかな。バレようかな。ほのぴーバレそう。だってもうめっちゃ細いもん。いや、もうオンラインやったらさ、こんなめっちゃごっついダウンみたいなの着てさ、お勉強としてる。15分経った。ん？なんかもう多分、ポンちゃんより3分くらい。うん、多分経ってさっき。本当に？うん。出てた？ほらな、メイクの着替えな、もう。お話し会撮ってもいいですか？撮って！待ってるよ。会いに来て。もうめちゃくちゃ。じゃあ15分経ったので壇上にします。13位なべちゃんさん、ありがとうございます。12位ちげやさん、ありがとうございます。11位ノースフライトさん、ありがとうございます。10位
アッパーエプさんありがとうございます。9位トールさんありがとうございます。夜公演8位どうゆめさんありがとうございます。7位まさっちさんありがとうございます。オンライン話するので6位 GC プリンさんありがとうございます。5位ヨモさんありがとうございます。4位デツくんさんありがとうございます。3位シュンタさんありがとうございます。お金は沼ですか。2位沼ですよ。クマキチさんありがとうございます。1位モンブラさんありがとうございます。そこなし、そこなし見ました。こんにちは、こんにちは。唐揚げ食べ終わるまでやろう。こんにちは。じゃあ皆さん、私もオンラインお話し会待ってます。とりあえず今日は公演です。世代交代全員公演です。今日は頑張ります。公演で頑張りましょう。じゃあ後でお会いしましょう。バイバイ。